小田バスターミナル、小田バスターミナルセンターは、福井県入宮越前町小田にあるバスターミナルである。本校では、前身にあたる福井鉄道サバ浦線の小田駅についても記述する。越前町のほぼ中央にある小田地区国道365号、鶴木神社東交差点の北西角に位置し、小田駅跡地の一部に小田町観光物産館として建てられた。 施設の1階にある。ところが同館での物産展示は2004年より休止状態であり、2005年2月の小田町を含む4町村が市町村合併によって新たな越前町となる際に、施設全体の名称を小田バスターミナルセンターへと改めている。福井鉄道及び京福バスの路線バスが発着し、福井平野、サバブ盆地、越前海岸各方面との接続点となっている。 主要駅からの所要時間は、越前竹尾駅から約34分、新名駅から約36分、福井駅から約1時間。2006年には、越前町のコミュニティバス、フレンドリー号運行開始とともに、複数路線が発着、町外へ向かう路線バスとの重要な結節点とも、なっている。建物は取を模した、デザイン、出入り口前の交差点角に混流されている。 織田信長の立像が特徴となっているなど、外観の規模は、道庁朝日地区の町役場近くにある西田、中バスターミナルよりも大きい。路線バスは、東側から入場し、3面3線のプラットフォームを、持つバースを経て、南側に出場する。コミュニティバスは、南側路上の停留所に停車。 バス発着場以外のビル1階部分は観光物産館のホール兼バス待合所としていたが、物産展示休止後は1階部分を待合所としてのみ開放し、展示物があった2階への階段は閉鎖されている。このほか、便所が設置されている。路線バス乗り場は待合所から見てて前から1番、2番、3番となっており、コミュニティバス乗り場はターミナルで入り口前。 コミュニティバスの停留所名は、小田バスターミナル、他の路線バス事業者は、小田となっている。南面の道路は、小田市ゆかりの剣神社へと通じている、門前町のメインストリート。鉄道駅時代の駅前は、袋工事のロータリーであったが、現在は、霧道主化された。鉄道駅が廃止されて久しい21世紀においても、周辺には、駅前の付く看板が多く残っているが、 中には廃止以後に掲げられたものもある。小田駅は、かつて、福井県入群大田町小田にあった、福井鉄道鯖浦線の駅である。串型ホーム2面3線を有する地上駅であった。小田駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。